ストの岡田にバッターボールを与えまして、バッターが5番のジョーンズです。アベレージがご覧のように2割3分2厘、ホームランが3本です。このジョーンズ、率直なところ鎌田さんはどういう印象を受けになりますか、今まで。そうですね、やはりアメリカ的な打ち方ですね、はい、日本流に少しアレンジをしていかないと、低めの落ちるボールなんかちょっと溜めきれないバッティングになってますね、はい、まだやっぱり戸惑いみたいなものはあるんでしょうかね、うん、ですからあまりのこう、まあ、向こうと比べてですよ、アメリカと比べてね、はい、あの低めのコントロール、フォークなんかね、はい、本当日本のピッチャーはこの魔術を手首の器用さと言いましょうか、はい、そういうものに感心してるんじゃないでしょうかね。そうでしょうかね、魔術的な投法に見えるんじゃないですか、はい、もう全く今のところ辺でも低めのフォークもう分かりきってるわけですから、ストーンと落ちますよね。そうですね、で決まったように空振りしますね、はい、人間が振ってるというのにマシンが振ってるというふうな感じを受けます、ずっとね。ですからあの辺はね、もう少しこうためを作って、はい、体重移動もうまくしてですね、あれ日本の優勝争いも面白くなりましたね。金達ががっちりね、セーブを追いかけてます、今日は両方とも今リードしておりますが、ファーストジョーンズ真正面、久保を制して自らベースを踏みました。ワンアウトです。ツーストライクスリーボール満塁です。打ち上げた、これは犠牲フライになるか、浅めです。センター大野取った、三塁ランナータッチアップ、返球が左にそれました。二塁ランナーも三塁を伺います。カープ1点を返しました。代打西田、センターへの犠牲フライ、これで3対2になりました。まあ仕留めたと思ったんですがね、はい、完全に力で勝ってますがね、このくらいのものは殺さないとね、はい、浅めでしたからね。もうこの守りを見てますと見ちゃおれんですね、返球にしてもジョーンズのカットにしても本当にもう、これでもプロかと思うようなプレーがこれ今日は3つも4つもありますね。今の返球がそれた間に2アウトですが、ランナーが2塁3塁に達しました。この後のね、このランナーが進むのがいけないですよね。そういうことですね、はい、ですから中継者ですね、投げるのも投げるんですけど、ここでジョーンズが前に行って送球を受ければいいんですが、はい、マウンドにあそこへバウンドすればバウンドが変わるの分かっててじーっとしてますね、はい、反射神経の問題ですよ、直感力の問題ですね。そうですか、スポーツ選手のあの辺の判断はパッパッと簡単にして普通なのに、はい、もうじっとその場でおるというようなね、打ったイメージでそのまま次の日も打つとよく言いますが、はい、この人ね、それでまあ力んでしまったと言いましょうか、そういうものが、はい、まあ攻撃精神旺盛なだけにあるようですね、はい、ジョーンズが自らベースを上回っています。バッターボックスには5番のジョーンズが入りました。ツーアウトです。ガゼンムードが変わった感じの甲子園球場、押せ押せムード。粘ります。トゥーラスイング、背番号00、ルパート・ジョーンズ。しかしこの応援マーチを聞くと未だにバースの姿を思い出すのは私だけではないでしょうか。どうでしょうかね。そうですね、三振です。スイングアウトの三振、タイガースこれが4つ目の三振になります。しかし津田